お越しの錣山親方の弟子、お弟子さんです、清郎、やっぱりあの弟子の相撲っていうのはもう非常に気になりますか。そうですね、気にならないったら嘘になりますしね、勝ち負けもですけども怪我が一番嫌です、さあ立ち合いです。前に出る琴恵光、一気に押し出しました。琴恵光の勝ちです。引きましたね。これです。あー、いやー、分かりやすかったですね。親方から聞いてたから性格がボロに出てしまう。